するしない。皆さんこんにちは。さあ、この M リーグルール解説前回のまとめはこちらになってます。さあ、それでは今回もやっていきましょう。第6章計算括弧ですね。これ終章及び得点です。第1章減点、各自の持ち点を25,000点とし、これを減点とする。対局者は競技開始に先立って自己の持ち点を確かめておく義務がある。そして第2章持ち点順位点ですね。これはちょっと気になった方も結構いらっしゃると思うので読み上げていきます。1番、持ち点は3万点を超える得点をプラス、不足する失点をマイナスとする。これね、麻雀用語というか麻雀あるあるというかですね、プラスはプラス、足すという字で大丈夫なんですけども、不足する失点をマイナスとすると、このマイナスとするマイナスの表記の仕方が黒い三角、これがマイナス表記となっております。そして持ち点は25,000点だったんですが、3万点を超えると、25,000点持っていって3万点返して計算をしていきますよということになっていきます。そして2番、競技順位は半チャン終了時の合計得点の多少によって決定する。3番、順位点とは半チャンでの競技順位に従って加減算される点であり、本規定では以下に示す方式を用いる。1位はプラス5万点、2位はプラス1万点、3位はマイナス1万点、4位はマイナス3万点。これが馬でいう10/30の馬という言い方になります。ただこの M リーグルールは馬の他に丘というものがつきます。これは25,000点持ちで3万点返しと最初お伝えしましたね。この3万点返しで5000点が4人分余ります。25,000点持つ3万点返しなので、その5000点かける4で2万点、この2万点を丘と言いまして、トップの方に加算するので、順位馬が10/30、この30ですね、4位が30、トップが30プラスの時に、さらに丘の20ポイントが、2万点分の20ポイントが加わって、合計5万点がトップの方に入るということなので、トップはめちゃくちゃでかいと。M リーグの方々がトップを目指すことがよくわかりましたね。そして4番、持ち点、順位点ともに1000点イコール1ポイントに換算し成績を集計する。例としてましては、35,800点の2位はプラス 5.8 ポイントプラス順位点の10ポイントを加わりまして 15.8 ポイント、25,000点持ちの3万点返しです。で、3万点を基準としてますので、3万点より上だった35,800点は5800点分が得点に加算されますよということになってますので、2着だった場合は順位点の10ポイントが加わりまして 15.8 ポイントになります。そしてその半チャンに41,600点の1位だった場合は、3万点の基準がありますので、3万点から41,600点だと11,600点多いです。こうなると 11.6 ポイントになりますので、プラストップの順位点が50ポイントを加算されまして、プラス 61.6 ポイントと、トップと2着の差は5800点しかないのに、なんとポイントにすると馬と丘がつきますので、かなりの1着2着の差が開きます。そして5番ですね、リー局でハンチャンが終了した際のリーチ棒はトップ者に加算されると。そして6番、ハンチャン終了時に同点で終わった場合、順位点を分ける、3名が同点だった場合の端数は小さいに近い方が大きいポイントを取得する。リー局終了した際のリーチ棒は当該者で均等に分ける。3名の場合は1000点を400、300、300に分け、割り切れない場合はこれを当倍する。2000点の場合は800、600、600、順位点と同様にちーちゃんに近い方が大きいポイントを取得するとなっております。で、3名が同点だった場合の端数はちーちゃんに近い方と、3名の同点だった場合のことも書いてあるんですが、今回の M リーグで1回も出なかったんで、まあこちらの方は省略させていただきます。あまり出ないと思いますので。ただ半チャン終了時に同点で終わったことって、2人が同点だった場合はよくあります。これは順位点を分けるとなっております。簡単に言うとですね、4着が1200を積もったら3着と同点になります。
この3着の同点だった場合は順位点が3着と4着はマイナス10とマイナス30です。これが40、マイナスが40ポイントありますね、3位で。これを順位点を分けるということなので20ポイント20ポイントずつ分けて、それにプラス素点になります。つまり1万5000点の3着あるいは3着4着1万5000点同士がいったらマイナス3万点から返しますのでマイナス15ポイント、それに順位点が分けますので20ポイントずつなんで2人ともマイナス35ポイントになるという計算となっております。そして最も僕が気になったのはですね、これ今3着4着のお話ししたんですが、同点トップももちろんあります。ただ今回の M リーグでは同点トップは出なかったですね。そしてこの同点トップ順位点はもちろん分けるんですけども、皆さんも気になってませんか、勝利者インタビューは2人になるんですかね。これ気になりますよね。ぜひ一度聞いてみたいところでありますし、来年度の M リーグでは勝利者インタビューが2人になってるかもしれません。楽しみに、乞うご期待であります。さあ続きまして第3条は得点計算ですね。これ今ちょっと表でテロップが出ると思うんですけども、これはもう難しい漢字がいっぱい並んでます。なのでこれは簡単にご説明させていただきますね。要はペンちゃんカンちゃんおよび短期では2歩つきますよとかいう表がずらーっと並んでると思います。すごい丁寧に書かれているんですが、実際これを麻雀中にこれで計算でこれで計算でっていうのはなかなかみんなしてないと思うんですね。これはこれだったら何点、これだったら何点っていう風に皆様できてると思いますので、まずはこれは勉強が大事ということになっておりますので、こういう計算式を用いて得点の計算は出ます。そしてそこからピンフだったらピンフのみは1000点、ピンフドライジョンは2000点、ピンフドラドラは3900点という風に、あるいは負の計算だったりもこういう負の計算でできていますよということなので、ぜひご参照して覚えてもらえると助かります。よろしくお願いします。さあ第4条ですね、得点計算にですね、半の計算と上がり点、第3条に従って求めた数字に2の半数乗を掛け算して上がり点を求める、半数にはバズロの両半を加える、これも一緒ですね。3番のやり方と一緒に公式として覚えていただければ大丈夫かと思います。第5条ですね、得点の計算及び徐々、1、得点は必ず最も高い点に計算する、展望の徐々は間違いがないように対局者で責任を持って確認し合う、3番、ロム上がりは補充者が3茶分を1人で払い、これをイチャパオと言いますね。妻上がりは3茶各自の点数分を払う、これを3茶パオと言います。まあ、要はロー上がりは補充者が自分が補充したんで払うと、で妻上がりは3茶各自の点数分を、3人みんなで払いましょうということになっております。4番、上がり点計算及び点数の徐々は自局の開始前に必ず行ってください。5番、上がり点の申告は、上がり者がすることを原則とする。6番、妻上がりの時は公一人の支払い点、親の支払い点の順に申告し、積み棒がある時はさらにそれを加えた点数を申告すること。例といたしましては一本馬の時ね、2600、1300ではなく子供の方からですね、1300、2600、これが一本馬なんで、ね、は1400、2700というふうに言います。7番展望の渡し間違いが起きた場合、審判から訂正する、当該判ちゃんが終了するまではいかなる状況でも訂正を優先とする、間違えた状態のまま終了した場合は訂正前の点数を有効とするとなっております。さあ続きまして第6条は満貫ですね。満貫は次の4種とする、半数はバズローの両半を含んだものです。1番、満貫60分以上の5半、30分以上の6半と7半、3茶は8000点です。総茶は12000点、これ子供は8000点で親は12000点と、3茶と総茶っていうのは、3茶が子供で総茶が親ということになっておりますね。そして羽満ですね、20分以上の8半と9半、子供は12000点、親は18000点。3番、倍満ですね、20分以上の10半から12半、子供は16000点、親は24000点。そして3倍満、20分以上の13半以上ですね、子供は24000点、親は36000点となっております。そして4倍満役満ですね、これは子供は32000点で親は48000点です。そして M リーグではね、役満の複合はあります。2人
2つの場合は5の2倍。要は、例えばですね、通位相大三元だったり、これは、複合されます。なので通位相大三元が上がったら、子供だったら6万4000点、親だったら9万6000点と。そして3つの場合は5の3倍となります。通位相大三元数万個とかいう。でこれね、ポイントなんですけども、基本的に、役満にはたまに数万個短期だったり、あるいは国士無双13面待ちだったりいうのはダブル役満にならないのっていう説明もあるんですけども、基本的には役満というものの複合があった場合がダブル役満になりますよと。なので数万個短期だったり国士無双13面待ちはダブル役満にはなりませんということとなっております。そして役満以外の役が複合して上がる点は3倍満までを上限とするというのはですね、これ皆さんもお聞きしたことあると思うんですけども、数え役満っていうのをご存知ですかね。リーチ、一発、ツモ、タイヤ王、ピンフ、三色、ドラが1、2、3、4、5、6、7とか14個折れました。あ、これ数え役満だなと、3倍満以上いったなとなっても、普通の役満、スワンコ、国士無双とか以外ではどんなに数えられたとしても、これは3倍満までしかいきませんよということになってます。つまり数え役満、数えて役満13班以上のことが出たとしても、それはなりませんよということになっておりますね。そして今満願の話があったんですけども、60分以上の5班、30分以上の6班と7班と書いてあるんですが、まあ、これバズルを含んでるということなんですが、日本プロ麻雀連盟さんだったり、麻雀連合さんだったり、あるいは最高位戦のクラシックのルールだったりは、60分3班の満願、あるいは30分4班の満願、リーチ、ピンフ、ドラドラとかですね、は7700なんですよ、計算すると。60分3班の満願も缶が入ったりしてね、負の計算があるんですけども、それも7000、子供だったら7700、親だったら計算すると1万1600となっているんですが、 M リーグではこれを切り上げ満願っていうマージャン用語があるんですけど、切り上げて満願となっておりますので、子供だと8000点、リーチ、ピンフ、ドラドラとかでも8000点になって、親だったら1万2000点となるということになっておりますので、今ネットマージャンでもね、天宝だったりも計算で出た時にリーチ、ピンフ、ドラドラ上がった時7700と出てるかもしれないんですけども、今回の M リーグでは切り上げ満願として、子供はリーチ、ピンフ、ドラドラも8000点と、親は1万2000点という風に表記されているので覚えておいてください。ということで今回はここまでとなっております。次回の、放送もお楽しみにしてください。高評価、コメントをどんどん待ってます。それではさようなら。